はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。八代曽根康様、小川様、久保田様、みゆき様、横田様、秋山様、アシュシュ様、武蔵の親父様、のりお様、たまらんちん会長様、さとみ様、高田様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。6月11日 NHK 受信料ネット聴取反対デモを開催いたします。明日警視庁行って正式な手続き済んだら正式に告知いたしますんでよろしくお願いいたします。横断幕や上りやプラカード新調新しく作り直しました。前ブルーの色気でですね、日本改革党の色がブルーリボンバッジのブルーを基調としているもんですからブルーの横断幕使ってたんですけどもまあまあ渋谷の街にはピンクの方がいいなってピンクで作り直しいたしました。メール党員限定懇親会開催いたします。メール党員の皆様は、届くメールのご案内をご覧ください。 NHK 未契約割増金を請求された方ご連絡ください。取材させていただけたら、拍車いたします。未だにですね参政党と連携してはいかがって言われますけれども、あそこはですね女系天皇容認であるとか緊急事態条項反対であるとか我々の改憲案しか認めないであるとかコムニクーナであるとかウクライナはネオナチとかをですね点でバラバラに主張しているようなんでちょっと組めない。俺政治屋じゃねえんで、政治屋じゃないんで、まあ、議員になれれば何でもいいってわけではない。参政党さんはもうちょっと意見の統一が必要ではないかな、思いますけれども、ラーメンもパスタも好きなのに小麦食うなーっていうのは嫌どす。ピザも好きだから嫌どす。それに今そばだって小麦入ってないそば10割そばっつってなかなか見当たらないですもんね。そういえばですね引っ越し最近したんですけれども、2部屋あったのがワンルームってなっちゃいまして、これね別に豊島区からその家賃が高い中央区とかに千代田区とかに引っ越したわけじゃないんですよ。前の部屋から30メーターぐらいのとこ、なんですけれども、東京家賃上がってましてどん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 同じ家賃で広さが半分の部屋になってしまいまして今実はベッドの上に腰掛けて喋っております。録画できるところがそのぐらいしかないんですよね。困ったなーっていう話でね。なんか上がってんだよね、随分。1408万人なったって、今日、発表されておりましたけれども、すぐに1500万人、1600万人になっちゃうな。東京にいる人は少子化がーって言われても、なんかピンとこないかもしんないな、思います。北朝鮮、衛星打ち上げる。日本政府、衛星でも、安保理決議違反だから、破壊措置を指示したと言って、発表になってまして、イージス艦を展開してたみたいなんですけれども、5月31日、今日ですね、韓国政府、レーダーから消失した空中爆発、または墜落、いうニュースありました。前回もレーダーから消えたそうで、連続失敗ですね。テレビは騒いでるみたいなんですけど、テレビないからわかんないですけども、多分祖国の恫喝外交を無駄にしたくないというテレビがギャー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 騒いでるのかな、推測いたします。参院の質問主意書。憲法14条が禁じる差別に LGBT に対する差別が含まれますか？日本政府回答拒否。こんな拒否していいんだ。一般判断です。含まれるって回答したら LGBT 法が不要になるから答えられないんでしょ。答えられないってことが答えになっている。含まれるでしょ、当然。分かってて推進してる確信犯か。全ては天下り先を作るため。結局は公金中中のため、いらん法律を無理やり作ろうと。憲法14条、全て国民は法の下に、法の元に、平等であったり、どっちなんだろうね。下になのかな、元になのかな。平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。これLGBT 差別が含まれるとしたら、性別
によりっていうとこかなって思うんですけれども、簡潔にですね、まあ、全ての国民は平等で差別されないっていうようなことを書いてありますけれども、14条に含まれます、じゃあ LGBT 法いらんよね、14条に含みませんって回答したとしたら、じゃあ LGBT 法ができるまでは差別していいんだ、ああそうなんだってことになるんで、まあ答えられないんでしょうね。答えられないのが答えであります。結構めちゃくちゃやってて驚きました。推進してる連中ども、多分厚労省だの、議員どもだの、コラボとか、ああいう NPO とか社団法人だの、公金中中と天下り先、新しく作りたくて、議員は利権に目がくるんで、くらんでですね、もう目見えなくなっちゃって、よーく考えもせずに、夢中でご利用ししてたんでしょうね。もう気が狂ってるとしか思えないんですけど、政府が都合悪い質問には答えなくていいってすれば、議員の存在価値なくね、政府が暴走しないように見張るのが議員の役目、と考えれば、都合悪いのには答えなくていい、明らかにしなくていい、存在価値なくね、民主主義の否定じゃねえこれ、それ防止する法律はありましたんですけれども、国会法74条内閣への議員質問は議長承認が必要である、議長が承認しなかった質問はその議員が異議申し立てすれば自動的に議会で諮られる、今回の回答拒否は議長が承認した挙句質問を拒否したもんかもしれないな、軍事機密だの外交機密以外でそれ許されるんですかね、軍事機密が回答できないってのはわかりますよね、外交機密もいや相手の国があることなんで、相手の国にどこまで喋っていいか確認も取ってないんで、言えませんっていうのもあるかもしれないですけど、それ以外でその憲法解釈の話でしょうよ、詳しい人教えてこんなの拒否していいのか、まかり通んのか、おかしいんじゃねえの、議員いなくてもいいんじゃねえの、今度は、コラボで話題のですね、若年被害女性支援事業って、それって若年女性しか救わないのは差別で憲法14条違反では、成立してしまった困難女性支援法、それって困った女性しか以下同文、憲法14条違反では、って思うんですけどね、都知事選来年6月ありますけれども、こういう理屈で、この公金中中怪しい事業支援事業を徹底的に見直してですね、お金を作ってですね、お金を余してですね、消費税還元、役所に領収書を持ってきたら 10% 上げます、現金、提出できないのは困ります、詐欺防止のため、だから企業さんの経費で計上して、原本領収書を5年間保存しておかなくちゃいけないなんていうのは勘弁してください、庶民の皆様はどんどん役所にいらしてください、いうようなことをやりたいと思います。経産省また節電呼びかけ、東電管内で真夏に電力が逼迫する予測なんだって、逼迫しないようにはできない無能なんだな、エネルギー庁な、経産省の、毎回言ってんだねえな、これエネルギー庁って仕事一体何やってんの、普段何やってんだお前ら、一般判断です、毎年夏と冬に行ってんのな、毎回行ってねえ、今年は猛暑って言われているんだが、てんてんてん、もう節電する余地ないよ、まずはエネルギー庁で冷房なしな、半原発の人ら今どんな気持ち、命が惜しいので節電しない、半原発の人らはどんな気持ちも何も、日本人が少しでも減ればいいなって、ぐらい思ってますよ、別に浪費してるわけでもなくですね、普段から節電に努めてますよね、皆さんね、普通の人だったらね、誰もいないところの電気は消しますよね、夏冬のたんびに言われるとカチンとくんね、もうしてるよ節電、節電する余地ねえよ、皆様ね、無能経産省に従う必要はありません、経産省が本気だったらパチンコ屋の への営業停止も命令できるし、真夏の午後だけみたいな、昼中はって、総務省に言ってですね、真夏の11時から16時はテレビ全局放送休止な、これでだいぶ電力浮くんじゃないの、テレビでは電力が大変ですってはいいけど、テレビ消してくださいって絶対言わねえからね、総務省だっておいしいおいしい天下り先守りってやもん、庶民に犠牲を強いるわな、不要不急のテレビパチンコを放置して庶民にばっかり我慢を強いてる、東電管内に呼びかけってことだけど、真夏の昼間にね、もしも東京が
大停電したら何人何十人何百人が熱中症で取り返しがつかないことになるか分かんないですよこれ。多分あの大責任問題になんでしょうね。関原発の連中はですね、日本人が減って嬉しいってぐれしか思わねえから、そこがまた腹立ちますよね。自分らのせいでとは絶対思わねえ奴らだから、元からね、バカで幼稚だとパヨるっていう法則、持ってますんで、私は。東京、大阪の地下鉄で、スリを繰り返したルーマニア人3人を兵庫県警が逮捕。日本人は防犯意識が低いので、スリをしに来た。被害総額、推定168万円。つまり、日本でスリやりやすいんで、みんなぼーっとしてんで、わざわざ来ましたって、ほざいてんですけど、一般判断です。なんでこういう奴ら入国させんの？日本人よ、これが多文化共生というものだ。日本は外国人犯罪者のパラダイス。しかも、立憲民主党が守ってくれる。こういう連中が来なければ割と安全だったのに。外国人犯罪者支援の石川大河さん見てますか？平和ボケの日本人はいいかもだわな。犯罪しに来たってチャリで来たじゃねえぞいっていう話だよね。腹立つわ。日本人舐めやがってさ、日本人の日本一族に、害なしてさ、あだなしやがってさ、腹立つ連中ですね。白人は目立つから、まあ中国系ルーマニア人とかだったらわかんないですけど、まあルーマニアってだいたい白人じゃないですか。わかんないですよ。韓国系ルーマニア人だったらわかんないですけど、白人は目立つから犯罪やりにくかったはずなんですけど、今多いっすもんね。都市部特に、原宿なんかうじゃうじゃいて日本人より多いぐらいですよこれ。こういう連中増えたらですね、外国人を見たら犯罪者と思えっていうのが常識になっちゃって、まともな外国人、観光できた外国人とか迷惑になるとは考えないんですね。それが、そう考えるのは日本人だけ、世界的に特殊。他のちゃんとした観光客に迷惑になっちゃうな。そんなこと考えるの日本人だけです。理由はこれだから。日本は超古代だから。世界的に見てもですね、そんなこと考えるやつ誰もいません。日本の看板背負ってんだから頑張らないととか行儀よくしないと、これも日本以外ではそんな考え存在しません。他の国にサッカー見に行ってゴミ散らかしてきて、全然平気ですあいつら。驚くでしょ。でもそれが常識なんですよ。日本人が非常識なんです。これのせいで。日本は超個体ですから。持論ですけど、読んでも頼んでもないのにわざわざ日本に来て、日本一族にあだなす外国人は侵略者とみなして身体系に処すべきって考えております。日本国憲法がですね、最大限配慮して、保障してるのは国民の人権であって、外国人は含まれませんからね。国民であっても犯罪者はですね、移動の自由を奪われる、食事選べない、刑務所行ったらそうだわな、人権の一部を制限されるわけでして、あとは職業選択の自由なんかも制限されますね、犯罪者は。ましてや外国人で、しかも犯罪者なら、なおさら人権、考えなくていい。麻薬に厳しい国でですね、日本人が死刑になっても、日本人は文句言わないでしょ。自業自得だ。そういう国なんだろ。で、それと同じですよ。懲役だと金かかるんで、一人当たり70万円弱かかるって、言われております。これ刑務所の経費、全部と、服役者の人数で割ると年間これぐらいかかってんだって、お金。だから10年、閉じ込めておくと700万円。税金が使われるっちゅうことね。ハムラビに従ってスリなら手もらって強制送還が妥当では、懲役長年ぶち込んでおくとそんだけ税金かかるんだから日本人の被害増えちゃうべこれ。性犯罪だら弾をもらってね、傷から血にじんでるうちに船に乗せて強制送還すべきって、私は強く強く考えております。靴沢は人手なしとか、靴沢は差別主義者とか、言うんだったら、お前の家族に被害が出た時そう言えんのか、言い返してやりましたよ。というわけで6月11日のデモと割増金請求された人、よろしくご連絡ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。